今回はお盆の目についてお話ししたいと思います。皆さんはお盆に目があることをご存知ですか？目の存在を気にしたことがありましたか？このお盆は祖母の代から使っているお盆です。ずいぶん年季が入っていますが、このお盆に目があります。それはどこの部分のことだと思いますか？正解はこの木の芽、木の芽のことです。塗りのお盆では見えなくなっているものもありますが、ものによっては見えるものもあります。半月や四角梅形などは使う向きにセットすると横目になりますので案外わかりやすいのですが、こういう丸型になりましたらどの向きに使うかっていうのが難しかったりしますが、この横目を手がかりに使われるとお客様をもてなす時にいいのではないでしょうか。これは100円ショップで買ったものですが、きちんと横目になっています。少し難しいパターンのお盆をご紹介しますね。このお盆は私のお気に入りなのですが、形を見ればついついこう使いたくなってしまいます。ですが木の芽はこういう形にありますので、正式にはこういう風に使うのが正しいかなと思って使っています。これは根頃塗りという塗りのお盆なのですが、こういう塗りによっては修理に出して塗りをきれいにしてもらってまた使うことができるものもあります。だけどこれはおばあちゃんが使っていたものなので、その思い出を大切にしようと思って我が家は出さずに使っています。ちょっとお客様をもてなすには失礼になるかなと思うんですけれども、大事に今も使っています。またねー。